今で6分半ぐらい、6分半ぐらいですよ。もうちょっとダラダラじゃなくて、本番はもっと早めに歩いてくださいね。
緒に、ステージに乗っている出演者の皆さんもお子さんはまずあちらに誘導します。はい、なのであちらでお子さんは、お子さんとは合流してください。お願いいたします。で、それ以外の皆さんは先ほどのご説明通り式台がなくなりましたら、柵の前方の方にですね移動していただいて、花火をご覧ください。はい、本番の中にしようか。大体このぐらい、はい、ブルーアンテン、はい。で、この後なんですが実際どのくらいの暗さになるかっていうところも含めてちょうど今本番終わりちょっと遅いぐらいかな。でも多分感じ今ぐらいの暗さだと思いますので実際本番の、照明を今確認してみますので実行委員の皆さんは各階段のところにライトを持ってスタンバイもできてますか。はい、してください。はい、じゃあ暗くしますよ。ちょっと待ってください。実行委員の皆さんは大丈夫ですか。各階段のところ全員ついてますか。あと実行委員の皆さんちょっとやっぱり暗いのでご高齢の足腰弱い方いらっしゃったらちょっと手を添えてフォローしてあげてください。お願いします。はい、各階段大丈夫ですかね。スタッフついてますか。はい、じゃあ OK であれば。OK だったらじゃあ合図ください。大丈夫ですかね。OK、はい、じゃあ、本番スマイリング横浜歌い終わりました。照明弾お願いします。はい、この暗さになります。で、本番の時は式台が動きます。はい、飯子さん今は動きませんので動き終わりました。はい、じゃあ実行委員の皆さん式台動き終わりました。どうぞ。はい、じゃあスタンドの方前に進む前に進むような形で前の方に柵まで、みんな出必ず階段から降りてくださいね。ステージから飛び降りないようにしてください。左右のついてる階段から降りていただいて大丈夫ですよ。真ん中からじゃなくて左右のアイス効いてるところからどうぞ降りてください。はい、ありがとうございます。じゃあごめんなさい、一度ステージ前とか照明つけていただいていいですか。すいません。はい、ありがとうございます。皆さん今ぐらいの暗さになりますので十分足元も含めて気をつけください。実行委員会の方から何かこの後インフォメーションありますか。
ね、出演者の皆さん座って花火が観覧になりますので、各自自分のスペースは確保してくださいね、はい。実行委員の皆さん、実行委員から何かインフォメーションってありますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫であれば出演者の皆さん、降りてきたらもうそのまま座っていただいて大丈夫です。はい、なので柵の近くの人からもうどんどん座って柵の近くの人からもう座ってどんどん自分のスペース確保してください。そうです、そうです。このまま一番最初に、手を挙げてます。あ、いた。